アリアスモモカモと桃色クローバー Z は山里亮太に食べられた。桃色クローバー Z との関係が深い南海キャンディーズ山里亮太は彼女たちのことを妹分のように思っている。しかしそれが裏目に出た事件がある。ある日メンバーと共演した山里亮太は舞台裏で共に食事をしていた時、ケータリングのカレーをアリアスモモカが残してマネージャーに怒られている姿を見て、兄貴心から自分が残したカレーを食べ、アリアスモモカが責められないように配慮した。しかしその親切話が明るみになると間接キス狙いなんじゃないかと疑われ、ファンから猛批判される羽目になった。